皆さん、お久しぶりです。本日は掃除を兼ねて、バッグやサーケースの中身を紹介させていただきます。基本的に釣り針持っていくのはこの4点です。まずは釣りバッグの中身から。外側には雨よけのブルーシートを入れています。まず、ざっと中身を紹介します。エサボールと計量カップ、玉編み、エサいろいろ、クッション、手取り線香とライター、紐とロープとヘラキープ用の洗濯ネット、プラソル固定具、万力、もう一つパラソル固定具、紐、寸法計測の土台、ひしゃく、ポケットにはノコギリ、草刈り鎌。バッグの中身は以上です。ここからは餌の紹介です。1.1マッシュ、もう一つスゴフ、オベラ、シンベラグルテン、そこあとイモグルです。あとはペットボトルの系譜。車にも予備の餌があって、順番に使うように番号を振ってます。ヘラクッションは薄いものがなかったので、車用のシートクッションを切って作りました。荷物をコンパクトにするため、折りたたみの玉編みを使ってます。多分直径40センチくらいだと思います。最後に餌ボールと計量カップです。白いボールは100均で買ったマッシュ用、青い容器は水入れ用で、緑は予備用です。L 字の金属を取り付け、釣り台につけれるようにしています。洗ってきたので片付けます。釣り台は30年以上使っていて、今は廃盤になっている G075 です。横につける用の枕木、内カメラ固定用の台、次は竿ケースの中身を紹介します。竿と浮き入れ、竿掛け、玉編みの柄、釣り台の流し、急斜面の時に使います。立ち込み等で使う玉置き、内側のポケットには計測で使う尺ばかりが入っています。最後にチェストバッグの中身です。浮き用のビデオカメラ、カメラ固定用のクランプ、簡単に取り付け方を紹介します。アルカスイスのフンダをつけているのでワンタッチです。モバイルバッテリーです。2万ミリアンペアアワーなので1日持ちます。ざっと持ち物を紹介させていただきました。
険しい山道を登りをすることもあるので、荷物はできるだけコンパクトにしているつもりです。皆様の参考になれば幸いです。それでは良いお年を。キョベロボでした。